はい。今日はですね、ちょっと、今までとは違う話、私の幼少時代、子供の時代の話をね、ちょっとしてみたいと思いますね。これちょっと気になってたっていうか、どういうことかっていうと、小学校ぐらいだと思うんですよ。敵屋さんとの話ね、敵屋と少年ということで、同級生と、何かのお祭りっていうか、なんか神社の、そういう催しっていうかなんかあって、敵屋が結構並ぶわけですわ。そこで行った時に、なんていうのかな、私ね、本当にね、嫌いなんですけど、学校に校訓とか、なんかあるじゃないですか。例のいじめで問題になった旭川の中学校は、学校の四文字通り、質実剛健。質実剛健ということで、当校は、もうこれを言った時点で間違ってるんですよ。っていうのは、多様性もあり、個人の考え方でもある、これだけグローバルの世の中に羽ばたいていかない、質実剛健ってどういうことだって。意味がわかるのかって、あんた質実剛健のことをきちんと説明してみろって言えないんですよ。質実剛健を本当にその言葉通りやってったら、これからの社会では破綻しますよ。頭がおかしくなっちゃいますよ、それ。本当に。質実剛健って、そんなもん、もっと明治とか大正とか江戸時代ならばいざ知らず、それを言ってくってことは、ちょっともう不可能に近いというようなことなんですね。はい、すごい、これまずいな、反射するな、もうこのテレビ、ダメだ、これ、こうする、はい、落ちるなよ、落ちるなよ、もう、ね、で、そんなようなこと言ってるのが、もう学校教育上おかしいなと思ってるんだけど、当然、その40年ぐらい前の学校なんで、自分のテーマみたいなのを決めましょうとか、例えば努力だとか、忍耐だとか、もう、ゾッとしますよね。その時に、なんか私も子供心、自分もそういうものはないな、みたいな、要するに、校訓みたいなのがあって、教室にもなんか、その小学校から、なんとか心とか、学ぶとかっていうのを習字で書いて貼ったるわけですよ。クラスで習字が上手な子が。そんな風な地域なわけですよ。それが小学校ぐらいから。その時に自分が思ったのは、何だろうと思ったんですよ、私。努力ってなとか。でも、なんか決めなきゃいけないっていうことで、それに沿って、じゃあまあ変な話。根性かなみたいな。今だったら根性なんてもう恐ろしいです。そんなものは、そんな根性で物事が動いたらもう本当に恐ろしいってことが今になってもう分かってるんですけど、根性かなと思ったんですよ。でも根性だな。もう消去法で根性にしといたらなんかかっこいいし、みたいな。ね。そういう風になったんですよ。そしたら、そこに、なんかキーホルダーとか昔売ってたわけですよね。敵屋のおっさんが。売ってるんですよ。いろんな、その四文字熟語的なものとかは、なんか、ちょうどそんなものが流行り出した時ですよ。だから、そんなものが、そういう感じで書いたものが、ペンケースになったり、アイドルの名前とか、バンド名が書いて流行るような時でしたわ。で、そうだな。根性だな。よし、その根性のキーホルダーを買っていけば、俺も根性が持てるんだろうな、だって思って、買おうとしたんですよ。買おうとしたと。で、そのおっさんはタバコ吸いながら横っちょ向きながら子供なんか適当に相手にしてって、で、根性というやつを買おうって手に取ったとき、ふっと思ったのは、そのおっさんとこの状況から見て、この根性という字が間違っていったらどうしようと思ったんですね。根性の性の根が、根はなんとか、これって違うんじゃないかって思い出したんですよ。だけど、当時はそれを調べれる辞書なんか持って歩いてるわけじゃない、スマホがあるわけじゃないし、大人に聞くのもそのなんか変だし、同級生に聞いても
多分合ってんじゃねえとか、多分合ってると思うよ、間違ってないぞと思うけど、この敵屋のおっさんのその様相っていうか、このありてえから言ってなんか全然信じられないんで、なんか絶対偽物を売っているようにしか思えない。まあもう考えてみれば、そんな偽物のさすがに根性ぐらい間違えてない。もう鉄で作ってあるんで間違いようがないと、そのおっさんがうんぬんっていうよりも業者の問題なんで間違いないんだけど、どうしても私は疑ってしまってね。そこで思ったのは、そこの神社っていうかお寺みたいなのが併設してる時にふっと思ったんですよ。いくらかを渡すと、おもかる地蔵っていうのがあるんですよ。願いを思って、そのお地蔵さんをまあ抱きかかえて、軽ければ願いが叶うね、重ければ願いは叶わないみたいなね、考えてみりゃそんなことありえないんで、だけどそんな非科学的なことはないんだけど、そうやって何かまあ本当は科学的に考えればありえないんだけど、自分のあれなんだから、物体が重くなったり軽くなったりしたら、これはとんでもないことになってしまうんで、科学の根幹を揺るがすような大事件なんで、ありえないんですよ。同じ人間に決まってるんですよ。それは自分の心の持ち方だったりという精神的なものね、それは否定はしないんだけど、実際そんなことはありえないけど、ただ願い事が叶いますようにとか、お父さんの病気が治りますようにだとか、運動会で早く走れますようにって言った時に、あーっていう自分にこのね、その自分に納得できるようなことだったんで、まず最初に、例えば次のソフトボール大会、活躍できますように、軽いんですよね。で、この今この露店で買おうとしている根性という文字は本当に根性でしょうかって思ってやって、なんか持ち上がらないんですよ。すごい重い。それは自分が猜疑心があるからですよ。自分が疑ってるからですよ。あ、これは絶対間違ってる。こんなものは買ってはいけない。でもな、でもな、なんか買わないと気が、もうそこでなんかすっごいグズ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 、今だったら考えられないんだけど、悩んで。でもな、今考えたら、その親父に対しての不信感。要するに店とその親父の態度の不信感であって、そのものに関しては何の問題もない。ただそんな鉄のなんか変なブリキかなんかで金メッキしただけのようなものを300円だか500円で売るような、根性と書いたり努力と書いたりしたものをそんな金額で売るのはどうかと思いますけど、そんなもので根性も努力も養えないんでございますね、実際の話はね。だからどっちみちダメだということで、やっぱりこの重かる地蔵は正しかったと、ね、この重かる地蔵は正しい。やはり自分の気持ちの中で何か猜疑心や、おかしいと思うことが自分の心に現れる。だからそこから意識したわけじゃないんだけど、自分の中で本当に正しいのか間違ってるのかっていうことが自分で自分に聞くようにっていうふうにね、することによって物事の正しさが見えてくるということなんですね。そうなんですよ、ね、今ちょっといろんなことをその理屈から言えば、これこれはどうなんだ、あれはあれはどうなんだっていうことを言おうと思ったんだけど、言うとちょっと良くないんで、良くないっていうのは、人魚カフェはどうなんだって、人魚カフェはみんな偽物でしょって言おうと思ったんだけど、あんなことは本当にあるわけないんで、ヤフーニュースも載ったように、本当の暴力団事務所ではなく、一般の皆様が暴力団事務所はこうだろうと思うことにめっちゃ寄せたんでございます。はい、そういった結晶なんで、あんなものはあるわけがないですね。だから細部にわたってここが違う、あそこが違うって言われて当然のことで、セットと思っていただければいいのかなっていうことで、当然神玉にも魂は入れておりません。魂って神様入れておりません。それはそれやっちゃうと本当に大変なんで、私が常時してればそれできますよ、ちゃんと榊に変えて水とか塩とか、もうあれはホームセンターで買ってきたものをそのまま並べたっていうことで、もうそういうものです。はい、ちゃんと神社に行って本当は神主さんに来てもらってお祓いっていう形をやらなきゃダメなんですけど、それはしておりません。セットということなんで、だからそれをね、そういうことなんですよ。はい、
まあ、そこら辺は許されるだろうというふうで、これをきちんとしてもらえればちゃんとやらなきゃいけない、私が常時いけるわけじゃないんですね、はい。まあ、そういったこともね思って、見ていただければ楽しいのかなというふうに思います。もう落ちませんね、もう落ちないでしょ、ほらほら猜疑心の目ですよ、これが。私を信用しない、ね、私がこうやってやれやれと皆様に調子に乗せられてこの猫をおだててやったところ落ちたから、もう絶対動かないですよね。やっぱり偉いですわ動物は。そらもう一度はめられたことにはね、そうなんですよね、こうなんかね、こうなんですわ、言うのは簡単ですよ、こうしてください、愛してください、やった後にこっちは偉い目に遭うんですわもう二度と、ほらもうね、もう動きがね、こうお利口だわ、もうほら自分が痛い目になるだけだもんね。あ、ほらやる、もうやる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 、やっぱバカからやるから、いかんいかんいかん、ね、これぐらいにしとく、これも切らないとまたぐるんぐるんになってバーンと落ちるから、はい。